はい、ソルデンでございます。今日はですね、こちら、スルメイカですね、こちらをね、塩辛を作りたいと思います。まずですね、胴体と足をですね、切り離してください。はい、それではね、胴体と、身分かれました。はい、洗ったらですね、こちら綿と頭ですね、ここを切り離します。はい、そして、ね、この炭袋、があるんでね、この炭、これもね、取り外します。ビロンと。そしたらですね、こちら綿の方、水分ね、切ってください。水分切ったらですね、リードペーパー引いた上に塩が振ってあります。そこにね、並べちゃってください。はい、こういう風にね、できたらですね、上からも塩をね、振ってください。はい、これでね、一晩、冷蔵庫で寝かしてください。まあ、約1日ですね。まあ、長くても2日寝かすようにお願いいたします。で、もっとね、寝かす人もいるんですけどね、はい、そしたらね、こちら、皮をね、剥いていきたいと思います。はい、そしたらね、こちら耳の方もね、さばいていきます。はい、そしたらですね、こちらですね、細くですね、カットしたいと思います。この端っこはね、皮がついてるんで弾きます。まあ、これぐらいの大きさだと、小さめにですね、カットした方がよろしいと思います。はい、なるべくね、細く、カットしてください。はい、そしてですね、こういうザルにね、先ほどのイカを、塩をザルに振ってからですね、薄く平らにですね、並べてください。はい、これでね、上からもう一度塩を振りかけます。はい、これでね、一晩、もしくは二晩、水分をね、これで抜きたいと思います。